はい、3、2、1、9。かんちゃん。よっちゃん。大放送。大放送。はい。そのさ、桜が散ってんのか。その、何その髪、髪型。よいしょ、最高だねそれ、まあ、せっかく収録だから、ね、ちょっとこれ重いんだけど、これヘルメットね、このピンバッジはさ、ちっちゃいよね、ちっちゃいやつ、そうなるんだ、これティンバリートスっていう、実際あるサイズなの、うん、リバ君ちは音出して平気なわけ？あれ、なんだっけ、言われたことない。本当？うん。怖いんだろうね、言うの。これあるんだよ、ちゃんと本は。言うの怖いんだろう。え？あの人に何か言わないのっていう。誰、なんだかわかんないからね、あの人、うん。あ、ちなみに、つけました。今回のお休みで。すごい。いいね。いいね。でもね。うん。なんだっけ。ファイバーの今回につけたら。うん。穴開かないのね、ファイバー。これ。ああ。綺麗に。そうなんだ。ちょっと今、考え中。穴が開かないってことは、刺せないってことか。そうなんだよ。で、霧とかでこうやってやったんだけど、うん、ダメだった。そうか。というわけでね。でずっとそれ頭そのまま。4月の2回目はもうずっとこのままで。最高だよ、それ。怖い怖い。怖い怖い。4月はもう元気出してもらえるじゃないから。逆答えだね、逆答え。そう、逆答えです。これ一応獅子頭、ヤクの毛でできてる。何の毛？ヤク。ヤクって何？ヤクって多分チベットとかあっちの方にいる生き物、馬みたいな。あ、動物。ダメだ。動物の毛。そう。ね。オッケー。はい。ということでね、皆さん。いろいろ外出禁止出て家にいる方もたくさんいると思いますけどもね、うん、前回に引き続きオンライン大放送でございまして、はい、収録でございます、収録でございます、はい、じゃあ後でカン君がいろいろ編集してくれるようで、なんかやっと YouTuber っぽくなってきたね。いろいろここに出るでしょ、ペット、うん、いろいろって何出してるか分かんないけど、うんうん、なんかあれだね、うちらの大放送を手伝ってくれる配信スタッフも欲しいね、欲しいですね、誰か一人、ちょっとこれ引っ張ってかな、俺、はい、これはやっぱり、というわけで、前回に引き続き、4月の2回目の今日も。こっちの方がいいかな？暗いね。それはそれで暗いよ。顔が暗い、顔が。そっか。目暗なのは知ってるけど、顔が暗い。そう、実は、すごい暗い人間なんです。あれ、これも何だ？明るい人見知りね。そうそうそう。いいかな、はい、はい、今日もまあこの状況で元気が出そうな音源、はい、映像を紹介します、音源ね、まあ岩君ある、もうあれ音源、俺映画しかない、映画しかない、大丈夫、ちょっと音源探してくるわ、あ、じゃあ俺から、はい、
かった。じゃあ私から紹介しよう。こんなうつうつとした日にいいであろう CD 紹介しましょう。はい。まずロドガブ。ロドガブ知ってる？ロドガブ。何？ロドガブ知ってる？ロドガブ？ロドガブ。じゃーん、気持ち悪い。このジャケット見て、これ。何これ、すごくない？なんかこれ、この二人知らない。知らないか。ロドリゴ・イ・ガブリエラっていう。あー、知ってる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 。ロドガブ、ギターの。そう。あー、へえ。あ、そうやって訳すの今。そう、ロドガブ。これもう俺初めて聞いた時結構熱くてすごかったな。いや、それすごいよね。うん。でも全部曲同じね。全部同じ。もう全部ドワーって感じでやるから。確かにすごい。そう。あんまり変化がないけど。でもね、聞いてるとね、なんかこう情熱。情熱あふれるって感じで、こういう時にはいいかな。これおすすめです。よし、決めた。それ何年ぐらい前だっけ？これはね、でもね、まだね、日本でね受け始めた時だったんだよな。これは2008年だね。2008年か。うん。私いいですか？じゃあ、はいよ。私はこれですね。知ってるかな？ウィン・ショーターですね。あ、ウィン・ショーター、ネイティブダンサーですね。これはですね、何年前でしょうか。これもちょっと古いと思いますよ。これ、あのウィン・ショーターとですね、うん、ミルトン・ナシメントっていうブラジルのシンガーソングライターが組んだ、これ1曲目からすごい上がるっていうかね、上がるっていうか、なんかほんわかした気分、ふわーってなんか浮く感じ、なんかそういうのもいいかなと思って、1974年、うん、そんな古くないね。そうだね。74年ですね。ミルク・ナシメント、ハービー・ハンコックが入ってますね。はいはい、アイアート・モレーラー入ってますね。あとはまあ知らない人たちですね。アイアート、あのね、歌を歌うんですよ、このミルク・ナシメントっていう人が。その歌がすごく、こう、なんていうかな、裏声で不思議な声を出す人。みたいな。これすごい名盤でございます。ネイティブダンサー。おう、これも元気になると思います。アルバムタイトルがいいね。ね、いいよね。うち、ん、で踊ろう。そうだね、本当だね。ネイティブダンサー、うん、こんな感じで。はい、うん。他には映画、CD まだある？あるよ。あ、どうぞ。そうして差し上げたいところですが、いきなり C がいきなり C が動き出た。なんで、あ、CD って言ったんだ。あ、そうかそうかそうか。CD って言ったら、そうして差し上げるところですができませんでした。じゃあね、どうぞ。はい、ね、ちょっと古い。古い。じゃあ見えるかな。じゃあ、はい、万歳。はい、これは大名盤、97年のマイフェイバリット。そうなんですよ。これが2人とも共通で好きっていうのは面白いね。素晴らしいですよ、それは。うん、もうそうそうたるメンバー。これいつ初めて聞いたんだろう。中学かな。何年それ。これはでも
1997年だね。高校じゃない？高校か。あ、高校かもね。これ良かったな。いいね、これすごい良かった。最高ですよ、その CD が。あ、みんななんか若いよ、これ。グロリア・エステファンが若いよ。そう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 。わあ。わあ。今、ね、グロリア・エステファンも頑張っているけど。何これ。すごいよね。わあ、ニー・リトナーの髪がある。い、色は今みたいな、カン君の色みたいな感じで。うん、いいな、これ本当に名盤だよね。うん、すげえ、デイブ・ブルーシー、いいっすよね。うん、もう何百回聞いたか俺も。それは熱い以上。あ、 CD2 枚ありましたね、カウ君ね。えらいえらい。それやっぱあの今ここにはないけど、うん、それ言ったらあの僕も大好きなのはスタン・ケントンっていうね、うん、ビッグバンドのリーダーがいるんだけど、ビッグバンドって言っても例えばホルンとかも3本4本し、うん、すごいもう本当のでっかいビッグバンドなんだけど、それそのバンドでウエストサイドやってるんだよね。それもね素晴らしいですよ。いいね、それ。うん、それもすごいおすすめでございます。さあさあさあ、じゃあ映画、うん、映画、じゃあこれいこうかな、俺から。いいよ。僕結構これ好きなんですよ。ジムキャリー。何？ジムキャリー。ジムキャリーの何？これ。ああ、マジスティック。いい、ね、これいい映画だよ。いいよね、これ俺すごい好きだよ、これ。確か見たな、それ。これ好きですね。うん。フランク・ダラボン。あの、ショーシャンクとか。うんうんうん。グリーンマイル、撮ってる。うん。奇跡と感動の三部作、ここに完結って書いてますけど。ほう。別に、あの、お話が繋がってるわけじゃないんだけど。うん。でもこれ映画が好きな人はたまんないよね。それいいよね。まあ、アメリカのニューシネマパラダイスみたいな感じでしょうかね。うん、これはとても好きな映画です。あ、これまた見たくなってきちゃったな。あのね、好きな時代をなんだよね。例えば、ショーシャンクにしても、グリーンマイルにしてもね。うん。アメリカの1930年代とか40年代ぐらいの話かな。うん。制作2001年だって。あ、もうそんな前か。結構前だね。お前になるね。もう難しい、僕大好きな映画です。はい。ジムキャリーの映画はなんかこう、まあジムキャリー自体がすごくサービス精神のある人だから、うん、あのものすごくなんていうの、ポップで面白いものもあれば、結構シリアスなものもあったりとかして、そうね。なんかいいよね。コメディアン出身ならではの知りやすさっていうかな。そうだね。うん。うん。それが。マスクですごく有名だけど。マスクね。うん。でも、全然違う役もできて。そう。うまいよね、やっぱね。そうだね。うん。はい、どうぞ。じゃあ。映画ではないけど。映画ではない。どう。これが。そう。家でやってください、これ。ああ、それって、あれか。ん？例の。ライブエイド。そう、ライブエイド。あ、でも、ライブエイド、両方、ロックモントリオールってやつと、うん。ライブエイドと両方入ってるやつなの。へ、2つやってんだ。こういう2枚組で。ああ、へえ。そう。これすごく良かった。
いや、俺、遅らばせながらつい最近見ましたよ。配信で。うん、あの、なんだっけ、なんて言ったっけ、あれは。クインディーだっけ、なんだっけ。何を。フレディ・マーキュリーのやつは。なんて言ったっけ、フレディ・マーキュリーが。映画。あ、映画の名前？うん。なんだっけ、フレディ。なんだっけね。なんだっけ、マーキュリーだっけ。かわずいちゃった。マーキュリーなかったなぁ。なんだっけな。面白かったよ。面白かった。うん。あれ、そ、これ、大放送でも話したよね。話したかな。うん。話した気する。うん。以上。あの、再現してね、ライブエイドの。すごいよね。配信だと段取りがスムーズだね。今何分？今、あと15分ある。もうなんか前回の放送であれ今やってる挑戦してることを話しちゃったしね。うん。どうかな、さっきから比べてここ入ってきたね。え、2週間経ってるからね。髪伸びたね、全部ね。髪伸びたでしょ。すごいのに、もう白髪になっちゃったもん、全部。いろいろ苦労してんだよ。暑いんだっつうの。ハゲちゃうよ、ハゲちゃう。あ、久しぶりに出したらホコリっぽくて、これ。そうだよ、それはだってちゃんとシャンプーでリンスしてる。そうだよね。あ、じゃあせっかくだからちょっと今部屋見せようかな。部屋見せんの？すごいね、うん、ほら、なんか見せてるかない？ほら、ここあの僕の練習部屋でございます。へえー、そんな部屋があるんだ。ドラムとかここで、うん、練習したりして。おお。で、今後も、まあ、バターも見てますね。ほんとだ。で、譜面と譜面があって、CD が、まだ、ちょっと DVD がグッと。で、ここにティンバレスが一回つ出てくる。このオシェゲルとかギロを見ながら、ここで練習してる。ほんとだ。はい。そんな感じでございます。練習するんだ。しますよ。さしてください。練習するんだ。はい、俺ね、店用にもパソコンを動かすとね、またカメラが出てくる気がする。うん、楽器がいっぱい置いてあるだけだな。そのさ、あれだよね。カン君ちの、玄関のとこからすぐパッと入れるんだよね。そう、玄関の横に玄関がある。だから楽器とかも入れやすくていいよね、車からね。うん、そう。まあ特に大太鼓がね、もう、入れられるようにしとかないと。大太鼓そこに入ってるわけでしょ？入ってるよ。もう取っていいよ、それ暑いんだったら。いいですか？うん。もう、取っても、色が変わるだけで、髪が長いんだよ。あ、今もう、あの、祝えてないんだ。あ、祝えてる、祝えてる。よいしょ。長っ。待って。いなくなったのいいの？え？いやいやいや、そんな感じですよ。うちは4階だから、うん。バッグ持ってくるの大変なのね。そうだね。エレベーターって言うと、うん。ちょっと今年からそれこそチャレンジしてるのが、うん。あんまり意味ないかもしれないけど、4階まで階段で登るっていうチャレンジをしてる、うん。意味なくないよ。あのね、降りるときはエレベーター使うんだけど、うん。登るときは、ちょっと、どんなに荷物いっぱいあっても、階段で上がることしてる。おで、最近ほら、マスクしてるね。うん。マスクして上がるとさ、もうすっごい息苦しくて、うん。玄関
だからぜい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 言ってんだけど。そうだよね。ちょっと、ね。それはでもいいかもね。うん？本当は走ったりさ。うんうん。運動した方がいいんだよね。したらいいじゃん。走ると疲れるじゃん。何なんだそれは。全く。運動ってやっぱ疲れるじゃない。そうだよ。そりゃそうだよ。疲れたくないんだよね、俺ね。疲れないでなんか筋肉も気持ちとかなんないかな。ならないよ。あ、そっか。うん。ならないです。本当にならないです。絶対？うん。マジ？楽してそんなの無理。そっか、うん。じゃあ、やっぱりなんか走るかな。でも走るのって結構足とか膝とかに負担かかるし、俺は進めないんだよね。やっぱ歩いた方がいいのかな？あのね、いや、近くに、例えば、なんか森林公園みたいな土の上とかを走れるんだったら、ああ、なるほどね。アスファルトってすごい足にくんのよ。ああ、そっかそっかそっか。だから、割と、そうだな。最初から走るんじゃなくて、最初は歩くだけにするとか。そうだね。ないと。そうだ、これは本当に見てくれた人にも、なんか、アドバイスっていうか、まあそんなに走ったわけじゃないけど、俺一応10キロレースが出てたのね。へ、うん、10キロのロードレース出て、35分とか。10キロ35分 ?40 分とかだったの。へ、で、今より10キロぐらい体重少なくて。ああ、そう。そう。で、すごい体重落として、ガンガン走ってたんだけど、だから週5か6で走ってて。うん。でもやっぱり、体に来る衝撃がでかいよね、走る方。だから、膝痛めるとかそういうのは、よく聞く話だし。ある程度筋力がつかないと、厳しいよね。走るための筋力がつかないと。まあね。うん。だから、まあ、やっぱ走るとこから始めたいんだったら、そういう土の上走れる方がいいです。うん、やり始める人は。やっぱりいいかな。あれだよね。このウイルスのことで、まあ、家の中にずっとこもってる人が多いと思うんだけど、やっぱりなんかこも外出しない方がいいけど、別に近所散歩したりとかするのはいいんだもんね。と思うよ。だってそれぐらいしないとか、そう、密集したり近距離で会わなきゃいいだけの話でしょ。体を動かした方がいいと思うんだよね。おかしくなっちゃうね。おかしくなる。うちさ、角部屋なんだよね。うん。だからベランダがさ、結構長くあるわけ。おう。L 字に。そっか。だから結構、今まで気づいてなかったんだけど、うん、割とベランダが気持ちいいってことで、昨日気づいて。うん。昨日叩いてたら。うん、うん。んで、なんか、そこでも運動できるし、うん、例えば、あと、そこに、なんか、キャンプのさ、椅子とか置いとこうかなと思ってさ。うん、あのディレクターズチェアみたいな。そう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 、そう、うん。別に大した、景色はないんだけど、うん、まあ、外にちょっといるだけでも違うじゃない？違うよね。ね、やっぱね。うん。だから、外行きたいね。縄跳びじゃん、縄跳び。縄跳びね。外行きたいな。伊庭君基本的に運動嫌なんだね。あのね、俺今まで本当運動ってしたことないのよ。そっか。一日だけマラソンしたことあるしぐらいで、今日から頑張ろうっつって一日で終わっちゃう。水泳もそう。水泳は一日で終わっちゃった。あら。三日坊主じゃないんだね。一日坊主。ああ。うん、なんかきっかけがあればいいと思うんだけどね。うん。
何だったらいいの？ん？何だったらいいの？例えば犬飼うとかさ。ああ。なるほど。いや、違うか。しょっちゅういないじゃんだって。いや、こんなに1ヶ月間ずっといいのか。これ、この後、嫌だよね。もうこれ、この1ヶ月だけにしてほしいよね。もうだからミュージシャンはさ、この、こういう自粛期間中にやたら練習してすげえ上手くなっている人とさ、うん。へこんじゃって、ダメな状態だよね。そうね、生活ができねえからな。そう、どうなっちゃうんだろうなって感じ。でも多分次のライブってすっげえ盛り上がるだろうね。そうだね、復活すると思うよ。それまで頑張ろうと思ってんだけどさ、とりあえず次やるライブは超盛り上がると思うよ。うん、いろんな場所でもうみんな爆発するから。うん、怖い。爆発したい。うん。爆発したいっすよ。来年は。いや、今年もやるよ、絶対俺。今年はもう無理でしょう。今年いっぱい？うん。いけるよ。って思ってないとね、とりあえず、やばいかな。まあ、両方考えてこないとね。そうね。うん。大変だよ、今年一本もできなかったら。ほんと何も死ぬよ。ね。怖い。ね、ということで。ということで。もう30分。あ、もう、大体。あ、素晴らしい。まあ、もしかしたら5月も配信になるかもしれないし。そうだね。うん。ちょっとそこは様子見ながらやりましょう。はい。うん、はい。というわけで、じゃあ、まあ、新しいね、なんだって、新しい、うん、なんていうの、まあいいや、企画でございます。なんだ、生放送にしても配信にしても噛むのは変わんないんだろ。噛む、それはだって噛まないと俺はやってらんないですよ。今日ダジャレ言ってないね、そういえば。ダジャレなんか僕言いませんもん。あ、そっか。つまんねえな。じゃあおしまい。でもまあ、そろそろね、あれ終わる頃なんじゃないかなということで。さあ。もうこの大放送も収束ってことだね。じゃあ。収束してなんだっけ、収束。ダメダメ。これから。もっと頑張らないと。はい、わかりました。はい。はい。ということで、また5月のことはまたお知らせすることにして。はい。はい。ひとまず4月はこれで。はい。大放送。な、本当だったら1周年とかやろうと思ったのに。そうだよね。ねえ、なんかやりたかったけどな。まあじゃあイレギュラーでちょっとそのさっき言ってたさ、なんだ、2画面のやつ。ああ、やろうか。いいよ。なんかどっかで音取って送るよ。音取るやつね。うん。それ別に iPhone で撮ればいいじゃん。iPhone で撮ればいいよ。いいよ。それに合わせて撮ってくれた映像を俺に送ってくれたらいいからね。OKOK、うん。っていう打ち合わせをここでしちゃうっていうね。1、2、3、4とかだけちょうだい。入れとく。わかった。じゃあ皆さん。はい。次は5月ということで。5月ですね、はい、コロナウイルスに気をつけて、花粉症に気をつけて、はい、ということで、また元気に会いましょう。はい、はい、じゃあ、かんちゃん、よっちゃん、大放送でした。どうも。ピピピピピピピ。